クリスマスナイトメア。お、綺麗だな。何この雰囲気。クリスマス。いや、それ浸透してていいな。はい、ということで今回はクリスマスナイトメアという海外のホラーゲーム実況していこうと思います。ゲストの皆様こんばんは。メリークリスマス。聖夜に響き渡りましたが、これどういうホラーゲームなんだろうね。クリスマスの住宅街が舞台なのかな。ではニューゲーム。ロード画面血しぶきが半端なって今さあ、なるほど。そう、これね、ダウンロードサイトに主人公仕事帰りみたいな感じあったのよ。で、大好きなスポーツ観戦をしながらゆっくりと夜を過ごすみたいな書いてありましたね。はい。ただ、そう、特別な日っていう風に書いてあるから、クリスマスの夜なのかな？あ、でも雰囲気いいな。めっちゃ綺麗。これ主人公の家どこなんだろう。今車が止まったような年だから、ここが家なのかな。はい。あれ？これガレージだから、ガレージ入れろよ。車ごめん止めたらもう危ない。やばい、ギャギャギャ。あまりの衝撃にボココ出ちゃいましたね。これ入れろよ。凍結するぞ。さあ、あれ？これまさか。ひょっとしたらあ、すごい！主人公が通った後つく。これ主人公大蛇なの。すげえなんか、尻尾の後というか、胴体でこれ歩いてんのかな。転がりながら行ってんのかもね。さあ、周りを確かめましょうか。おそらくこれが主人公の家なのかな。綺麗だな。この住宅街はクリスマスシーズンになるとこういうイルミネーション大会が行われるのかな。家同士でこう競い合うみたいな。しんどいな。毎年毎年体調崩したら死ぬよこれ。相当大変そうだな。風邪つけが。そう、5年目ぐらいで誰のために俺は頑張ってんのかみたいな。これ何 R で、あ、さっき R でなんか調べるみたいなあったよね。これ大丈夫か。ちょっとははははすごい弾けたな今。人んちよ。人んちの玄関先で花火ぶっ放したよ。どんどんつけていきましょうか、この辺。はい。あれ反応がなんか。今 R 押してんのに、これつかないな。なんでだ？これしゃがまないとダメなのか。あ、しゃがめねえわ。あ、ついた。結構接触が、あれかもね。あ、一個ずつじゃないと無理なのか？おお、きれいきれい。はい。あ、そんなことない。いける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 。いけいけいけ。全部ぶっ放せ。人んちの玄関前ですげえ不審者な行動してんの、この主人公。はい。ほら、なんかなかなかつかないんだよね。あれずっとしてんのに。オッケーオッケー。これでかそう。おわー、ちょっと待って、お前。危ないぞ。おーおー、すごいすごい。なになになに。主人公開始早々テロ起こしてる。はい、こっち側も出てんな。あ、これもある。はい、じゃあちょっとそろそろタスクをこなしていきましょうか。タブで見れるらしいから帰るんだ。相当遊んじゃったね、人んちで。さあ、この R はこれ何？ん？なんだなんだなんだ。これ何もできないよ。はい、押してんだけどな。はい、じゃあ入りましょう。ではでは、ただいま。お家帰りましたね。今のところ怖いクリスマスみたいな、怖いわ、怖さがないけども。玄関先かな。コート脱ぎましたね今。うわ、綺麗だな。赤はさすがに辛いんじゃないかこれ。危険色だぞ。食べ残しのタオルがある。あとは冷蔵庫があって、はい。なんだ？何もできないか。どこ行けばいいんだ？はい。オブジェクト。これは、どうするんだろう。よいしょ。動けるね。電気はつけられないのかな？あ、これ。開けるわ。いやー、雰囲気いいな。これは、主人公あれかな？一人暮らしでないよね。さすがに。一人暮らしでクリスマスの夜これやってたら、ちょっと痛いぞ。まあ俺はやるけどね。さあ。これは調べられない。ああ、タスク増えたわ。ビール。おう。ビール。じゃあ冷蔵庫かな。その前にいろいろ。あ、いけるわ。お、弾くんだ。ジングルベル弾ける？終わりか。あ、何回でも弾けるわ。ストレス溜まってんのかな。
はい。じゃあ行きましょう。うん。会が待って。いいお家だね。すごい暖かいというか。おそらく、家族がいるんだろう。ん?ああ、やっぱビールが超好きなんだ。ごめんな。さあ、ビールを取ってきましょう。うん。なるほど。ないわ。ショッピングこれから行くっぽいね。うん。さあ、メモりましたが、このメモのものを買うのかな?はい、了解です。さあ、参りましょう。ね、ビールと帰ってきたらこの食べかけのタオルも食べられるからいいね。さあ、なんか雪崩れなかった今。ではでは。ああ、いろいろ買うものが追加されてますね。うん。トマトとかも買うんだ。さあ、向こうかね。参りましょうか。ストアあっちかなんだ。広いね。さあ。あれ?花火増えてる。おい!何してんだよ。こんなの遊ぶしかないだろう。ほら!なんか曲も可愛いね、これ。怖いホラーゲームだと思うんだけども。怖いホラーゲーム?このホラーゲーム怖いとは思うんだけど、ふざけに走ったような感じじゃないんじゃないかな?もうめっちゃ危険人物じゃん、この人。やべえよ、この人。なんだ?あ、どっかで花火が打ち上がってんのかな?うん。かもしんないね。やばいよな。聖夜になんか人んちの花火でぶちかますっていう。とんでもねえ迷惑者で。あ、ちょっと待って、これ。主人公のこと言ってるか?花火を盗むなんてみたいな感じ隠れてる。ボロクソ言われてるわ、主人公。はい。うわ、すごい。ねえ、これちょっと気持ち悪いな。これ、押しまくろうか。はい。どうだ?反応ちょっと悪いけど。打ちまくろう。あれ?不発?あ、来た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 。いけ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 。おら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 。すごい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 。おー、きれいきれい。いいなー、夏だ。さあ、これでいいかな。あ、ちゃんと靴下もあるんだね。ではでは、行こうか。俺の花火だからね。さあさあ、おー、やべやべ。爆竹もあるんだ。すごい。爆竹こんなとこ置くねん。いやー、素晴らしいね。うん。最高のクリスマスだ。さあ、コンビニ行きましょう。スーパーなのかコンビニなのか。はい、ここにもある。帰りやろうか。とりあえずコンビニかスーパー行っちゃおう。どこにあるんだ?あ、また血しぶき。さあ、参りましたよ。これがコンビニか?いや、違うよな。うん。結構遠くまで歩いたんだな、主人公。プレゼントある。これ取れないかな?人んちのものを物色しすぎだろ、こいつ。行かれてますね。はい。ではでは、まっすぐ行こうか。あれ、コンビニなくない?うん。この先にあんのかな?かなり綺麗だな。クリスマスイルミネーション。あったあったあった。多分あそこでしょ。ではでは、うわ、でもなんか怖い。誰か見てたりすんのかな?向こう側からなんか、ヒャ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 聞こえるよ。ほら。あ、ワンちゃんかな?うん。パトキーもなんか暴走してますが。ああ、コンビニ前もすごい装飾されてんだ。すごいな、この地域は。なんか治安が良さそうだよね。さあ、入っていきましょうか。うん。セブンイレブンか。おお。ではでは、お邪魔します。ここはロード画面じゃないんだ。あれ、店員さんがいない。カゴ取って、かわいいな。音が。もう魔法使えそうだもん。さあ、ハッピーニューイヤー。うん。え?うん。なんだろう。さあ、ちょっと、少し不気味な感覚抱いてんのか、主人公は。だって店員さんもいないもんね。うん。じゃあ、ちゃちゃっと、買い物進ませましょう。よし、OK。ジュース。あとは、あれ?タスクが1個、こう増えたりしてない。なんでだ?買うものは今みたいに光るのかな?あったあったあった。さあ、どんどん買っちゃうわよ。これありがたいね。光る機能。よいしょ。シャンシャンシャン。さあ、ここも。いっぱい買うね。うん。あとは、トマト。お、ここにもあった。いや、ふい。あそこもあるわ。はい。ドリトスも買ったね。ミルクも必要なのか。
よいしょ。あとは？てか、このコンビニ、この前やったホラーゲームでもあったな。見覚えがあるぞ、この配置とこのミラーとか。あれ、全部買ったんじゃないか？光ってるものがもうないぞ。うわ！どうした？あ？ガチャ？これ調べんのかな？あ、ちょっと光るよ。向こう側にいんのか。お、いた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 。誰かいる？お邪魔します。さあ、入店しちゃいましたが。ん？どうしたの？なんか変な音するよな。これ周り徘徊してんのか？うん。ブーン？誰かいる。家を足してんのか？うわぁ。はい。ジャックがいるのかな、ここに。うん。あ、でも違うっぽくない？汚っ。え？なんだ、やっぱ向こう側にいるのは店員さん、汚ねえよ。汚いな。はい。仲いいのかな、店員さんと主人公は。OK、ハッピーニューイヤー。お金置いていくのかな。さあ、行きましょう。なんだよ、うるせえな。大変なんで、店員さんに今。さあ、これで、ペイしましょう。OK。お金置いて、帰ればいいかな。うん。ではでは、帰ろうか。なんか言ったか今。急にドンくるタイプのジャンプスケアのホラーゲームやこれ。さあ出ましたが、停電しちゃったよ。あ？え？大丈夫の店員さん。何起きてん今。帰ろう。多分言っても何も来んないだろう。うん。手振ってくれてるわ。なんか怖い現象が起きてるのに、この明るい曲というか、そのアンマッチ感が不気味。あ、さあ戻ってまいりました。うん。アンマッチな感じがすごいね。怖さを引き立ててるな。ではでは。お、なんだ？どこで上がってる？向こう側だよな。こっちも上げるか。うん。あれ？位置変わってる。ほら、主人公の家の前に行ってるもん。なにこれ？嫌がらせかな？はい。あ、でもぽいな。じゃあぶっ放すか。とりあえず。はい。これで。あぶら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 。すごい。綺麗だ。なんて素敵な聖夜だ。はい。相当ぶっ放しましたが、これ近所迷惑とかそういうレベルじゃないからね。うん。さあ、これもつけて。これもつけましょう。なんかさっきよりつけられるようになったわ。うん。これも。よし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 。あらかわいよしよし。さあ、OK かな？うん。いいね。全部ついた。さあ。やかましいね。やだな、こんな住民がいたら。俺だったら埋めるもん。これか。あ、ついた、ついた。はい。え？なんか、一瞬点灯したよね、今。さあ、帰ろうか。うん。誰かがこれ置いてったんだ。はい。無視しよう。ただいま。さあ、どうなっていくかな？そろそろ怖くなってくるよね。だから今、コンビニで怖い現象が起きたから、今度家に来るんじゃないかな。どうなんだろう。さあ、開けていきましょう。ビールとか補充は？あ、しないのか。このまま持っていくのかな？うん。あれ？電気消したっけ？消してないよな。なんで消えてるんだ？さあ、一応お家の中を見たいよな。ここガレージか。いいね。さあ、電気もつけましょう。あ、地下もある。何があんだ？なんか面白いものあるかな。ないっぺ。さあ、先ほど行けなかった2階は？いけるかな？あ、いける。やっほい。さあ、ここもつけて。廊下の電気あ、なんで？鍵かかってるわ。はい。よいしょ。寝室か。いいお家だね。さあ、特にはないかな？うん。なさそう。上から覗いたら誰かいるとかは？ないか。あ、綺麗だな、このなんかぼやける感じも。さあさあ。うん。では、こっち側の部屋見ようか。あ、バスルームか。なるほどね。うん。では、テレビを見ていきましょう。リモコン。はい。どうだ？ソファーに座るのかな？あれ？今つけたよね。あれ？見れない。なんで？あ、置いちゃったのか。これで、
あ、離れるとダメなのね。どうだ？あれ？テレビではないのか？リモコン取れるけど。タスクがどうなってるか見ようか。あ、なるほど。テーブルの、ここじゃなくて？テーブルの上に買った荷物置こうみたいな。ここか。ういっすー。よし、オッケー。さあ、次は？うん。地下に行くのかな？うん。さあ、参りましょう。地下、地下。クリスマスツリー。あ、待って。ここにあるじゃん。クリスマスツリーを見つけて、あ、これじゃない。地下にあるものを探すのかな？ではでは。え、ツリーなんかあったか？どこだ？え、なくない？これは？あ、ブレーカー落ちるな、これ。来るぞ、この家にも。ないね。あれ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 。ここか。あ、ほんと。なるほど。一階のこの木にチャームをつけていくんだ。では、飾り付けいこうか。はい。うん、かわいいな、音。キュアピンク！めっちゃ変身しそうな音だったね、今。次は、お、来た！ビールだ、ビール。この辺から取るのかな？おビールどこ？これだ。よし、オッケー。さあ、リラックスタイムよ。って、あ？ああ、リラックスしたんだね。今、消灯したのかと思った。さあ。うん。おー、飲むねー。いいじゃん。うん。はい、テレビも見てますね。どうなんだろう、これから。お？変わったぞ。はい。ガッチャン。これ、このゲーム、暗がりで物語が進みすぎる。うん。なんだろうね。はい。なんか悪夢見たのかな？あ！はい。F で、ライター。はい。これで光源を手にしましたね。うん。ではでは。ああ。あ？なんだ？今ドア開く音したよね。どこだ？ライトは？というか、もう停電しちゃったのかな？ああ、しちゃってるっぽいな。じゃあ地下行こう。来たぞ。地下地下。さあ、この先かな？よし。扉も閉まってるわ。何あれ？なんかあるよ、これ。目？あ、違うか。ラジオか。天才かと思った、今。さあ、ここおりました。あれ？誰かいるぞ。閉まっ、おい！人んちでお前なんか食うな。うん。向こう側かな？なんだよ。ん？この辺にいんのか？え、どうすんだ次。あ、やっぱり。開いたのか。ガチャって言ったから。一回、こう、確かめて、確認したら開くみたいなね。うん。開かねえわ。鍵を見つけるのか？うん。音の正体を確認する前に、この辺を、あ、無理だ。外も出れねえわ。え、どうすんだ？この辺のものは取れないもんな。2階か？うん。一応タスクは、あ、やっぱ買ったな。うん。ベースメントみたいな感じであるんだけども、いけないのよ。鍵があるから。どうすんだ？地下室を開ける方法を探すんだろうけど、何者かが閉めてるんだろうね。他になんかあるかな？あ、ギターある。弾こうか。待って。工具でこじ開けるのかな？多分それ、あ、これや。バールのようなもの。あ、違う。開かないもんね。え、なんで？開け。どうすんだ？ん？なにこれ？うわ！ここにもなんかしぶきがある。向こうから繋がってんな。え？なんだ？ううチョコなのか血なのかわかんねえな。はい。地下。すげえ、ドキンじゃねえか、お前。画面のゼロ距離にもこれ置いてるよな、この紙を。コナー君、君は人の命を奪ったみたいな感じが書いてあるよ。どういうこと？あ、開くようになったわ。来た来た来た。暗いな。ちょ、下を照らそうか。前見てもあんまわかんないもんね。さあ、あ、でもわかるか。いや、わかんねえな。下、あれ？これは、違うか。ヒューズの方だよね。階段の下。あった。開いてる。なんで？はい。むしゃむしゃ聞こえるよ。
どうすんだ？でもなんか教えないな。あ、なるほど。三つヒューズを探すのね。むずくないこの暗いところで。はい。さあ、探していきましょう。ここに一個あったりするかな？小物が結構この家置いてあるからむずいぞ。どこだってばよ？違うか。じゃあ上行きましょうか。おそらく地下にないんじゃないかな？うん。誰？なんか来ましたね。うん。プレゼントか。おう、ありがとう。はい。ハテナの前に、クリスマスツリーの前にプレゼントが3つあるのかな？では、消すな。クリスマスツリーの前。どこ、ね、これ。なんかすごい、怖くないこの絵。ん？犬か。向こうかなんか行ったよね。上側か？はい、これのことだよね、今の。はい。なんか誘われてる気がするな。誘いに乗ろう。うん。あれでもないな。三つないぞ。とりあえずピアノ弾くか。本当に行くんだ。さあ、上参りましょうか。ヒューズでもこの階に一個ありそうじゃない？どう思うみんな。どこだ？ヒューズ、ヒューズ。うん。目玉焼きがある。うん、お前、食べ残しがすぎる。料理を作って食べないっていう冒険に出てんのかな。やばいぞ、この主人公。異常者だわ。あったあったあった。やっぱり一本よ。うん。またなんかいるぞ。さあ、出てきなさい。あ、これは？うん。統制、これ。なるほど。バリケードされてる。これはさっきのあのバールじゃない？うん。うるさいな。どこでガシャガシャしてんのこれ。出てこい。テレビはつかないもんな。無理。さあ、参りましょう。おっと？なんだ？ん？あ、これか。あ、違うわ。何がガシャン言ったのこれ。うん。取れるようになった。あ？なななななな。この家には牛がいる。はぁはぁ言われてる。なになに、追われてる？どういうこと？はぁはぁ言われて、言われてんのかな。さあ、2個目のヒューズを刺しに行きましょう。壊して。あるかな？さ、あ？なんで？これ主人公の家族の声かな？なんだろう、さっきから心霊現象がまとめ見れない。暗闇でやっぱ物事が進むな、これ。え？なんか言ったね、今。グリムというか、そう、ゴブリン系な、あったわ。さあ、またガシャガシャ言ってるぞ。そろそろね、お化けと面と向かって挨拶したいけども。うん。はい。ちょっと待って。これ新年を迎えるのに、なんで一人なのみたいな感じに聞かれてるわ。え？あ？おかしいよな。主人公でも、家族がいないみたいなさ、そういう、セリフはなかったもん。なんでだ？これ主人公が怪しい説あるか？家族に対して過ちを犯したみたいな。しまってるよ。こんなが入れるか？あれ？さっき開いてたもんね。なんで開かないの？開けろ。無理で開かない。いやでもその可能性あるぞ。主人公これ。うわ、開く！あ？あ、子供部屋だ。嘘、絶対おかしいこの主人公。あ、ほら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 。ん？あ、違うわ。パパじゃなかった。フレンドね。え、どういうことこれ。うん、マイフレンド。は？子供これさ、悪魔見てたのか。てか、この家に悪魔が潜んでて、全員というか、この主人公以外が不幸になったのかな。どうなんだ？あ、お父さんテレビ見てんな。サッカー観戦かな。そう、さっき、サッカー観戦が好きっていう風にありましたから。あ、テレビ見てる時に、この、悪魔がいるのね。あ、さっきのドーンってなった時のゴブリンっぽい子か。なるほど。あいつが居座ってんだ。うん。一回止めましょう。主人公、本当になんで一人なんだ、お前。やらかしたか。お正月に、あなた何をあげたか。うん。それは愛ではない。うわっ！なんかいたね、今！上っ側にいたね！いや、今の声は。はい。あー、ちょっと待って、これ。お父さんが悪魔に取り憑かれたみたいな感じの絵だよな。なんかこれ、順番に見ると、この子供の絵、ストーリーが、分かってくるな。うん。ぽいね。
あー、なるほど。やっぱ最終的にこれお父さんに取り付いたっていう可能性が高いな。うん。さあ、ヒューズ1個。ここにあるな、多分。ないか？見当たんないな。ないの？うん。あれ？うん、なさそうだな。じゃあ一回出るか。出て、おっと？なんだ？おもちゃ動いてんのこれ。あ、動いてる！この子こっち側にあったよね、今。ん？うん。黙らしちゃい。あ、なんで閉まんの？俺閉めてないよ、今。うわ、もうおかしいよ、ここ。なんかあるかな？やっぱねえわ。一回行ったところでも、こういういろんなね、イベントがあるから、そのフラグが立って新たにアイテムが増えてるかもしれないからね。確認していきましょう。さあ、ここは？うん。玄関か？ぽいな。ちょっとここを確認してから行こうか。ないね。よし、じゃあ一回行こう。あ。はい。これ見たもんな。ではでは、今出るよ。行くから。うん。ここから聞こえる。出れんやん。なんだ？うわ、なんかいる！は？こいつがさっき来たのか。うん、遅いよ。どんなタイミング完全に遅い。ん？水が流れてる。どうだ？この辺から聞こえる。ん？なんだなんだ？こっち側か？いや、ガレージじゃないな。なんでしょう、なんでしょう。また冷蔵庫開いてやがる。これも悪魔が開けてんのかな？うん、電気代もったいないからやめて。あれ？こんなんなかったよな。うん、家族の愛をトイレに流したって書いてあるのか、これ。うん。なんだ？次どうすんだろう。ヒューズがないよな。やっぱ、うわ。手紙をさ、確認す、はい？そう、確認していくためにフラグが立ってるから、これ辿ればヒューズに行けるかもね。うん。さあ、誰だ？うん。ちょっとセクシーな声だね。笑うな。うわ、こーわ。この、笑い声がさ、どんどん低くなるの怖くない？呪音を思い出す。あ、ピアノ鳴った。呪音2で、なんか女性、はい？これ面白すぎだろ。そう、女性がカヤコから逃げるために部屋に入って、布団の中に潜るのよ。で、小屋からテレビをつけるんだけども、そのテレビのね、あの女性アナウンサーみたいな人がどんどんね、顔表現していく映像があって、それが超怖いんだよね。あの演出はね、マジでトラウマ。はい。浴室でプレゼントっていうのやるね。これでまたあの、バスルームに行ったら、何か買ってるか、うわ、買ってるわ。なんだよ、これ。プレゼントや。すげえな。ツリーなのかプレゼントなのか。はい。最後のヒーズ取りましたよ。うん。なんかいるぞ。出てきなさい。おい、いた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 。また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 。どこ行くんだ、お前。さあ、これで、ヒューズの方に行けば、いいんじゃないかな？うん。ここじゃない。階段の下側。お、なんかいるっぽいよ。はい。キーキー言ってんな。なんかあったか？さあ、どうだ？うん。いい音。癒しゲームだね。さあ、これで、ついたかな？あれ？ついてなくない？うん。普通にこれで、押せば、またつくのかな？あ、ついたわ。うーわ。物騒でしかない。ツリーが消えてるな。なにこれ？ん？うーい、すんごい長文。あ、待って。家族もツリーもなくなって、まだチャンスがあるって言われて、自分の行いというか愚かさを認めれば大丈夫みたいなの書いてあるのかな？ちょっと何したんだよ、主人公。なんであんの、また。はい。黙りなさい。これ絶対そうだよ。うん。主人公がこのクリスマスの夜に一人でさ、スポーツ観戦を楽しみながら見るっていう行為がおかしいもんね。そう、家族いたはずなのに。なんででしょう。お、なんか釣った？どこだ？姿荒らしなさい、そろそろ。
全然表してくんねえなこのゲーム。すごい、なんだよ、どんどん変わるな。あ、いた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 、なんかいるな向こう側に。行こう行こう行こう、行ってててててて。何してんのよお前、近づけばいいのか。あ、止まっちゃった。うん、なんだコーナー、あ、怖い音が、はい、消えちゃったな。え、どうすんのこれ。あ、またついた。え、なんでツリーも消えたわ。はい、ツリーどこ行ったんだろう、探せばいいのか。今なんかがホバー移動してきた。なんか釣った。なにこれ、 BGM 怖いよ。はい、でコール、はい、また電話すんのか、これか。え、はい、エリンに電話する。エリンってのは妻かな、どうなんだろう。かけてるぞ今。あ、ねえ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 、エリンさんすごい声がのぶといな。終わった。なんだなんだ、もうやかましいなこの家。何が起こってるのかを調べる。うん、どうすんだ、外はすごい明るい。あ、でも道の明かり、街灯がなくなってんな。光源はツリーだけみたいな。2階は、うわやば、何これ。え、うわ、いたいたいた、勝手に寝たぜ今。あ、なんかある、おかしいよ。うわ、これもずれてる。マジで何があったの、ここ。あ、勝手に寝たよ今。勝手に寝たのに今閉めちゃった俺が。はい、あと、うわなんだ、はい、なんだ、やめてくれ言ってますが、もう主人公も精神持ってくれてますね今。うん、ここは寝室。うわ、なるほど、そういうことだ。うん、妻と子供がこれ放送されてここにあるんだ。お子ちゃんさっきの部屋で、これ多分妻なんじゃないかな。何これ、どうすればいいの。あ、写真立てが後ろっこ向いてる。これもなんか意味ありそうだな。はい、下を、うわ、また買ったよ。なんだこのゴブリンは、何してんだお前、閉めるの。あ、またなんか置いてる。はい、あなた今何を感じてるかわからないよ。恐怖でしかないな。主人公はさ、二重人格とかそういう感じなのかな。どこいた今。ドビーがいた今。ここに立ってたな。はい、また下降りようか。うん、すごいすごい、もうラストスパートかな。ここか、明るいぞ。さあ、お次はここかな。お、入ってった。マジャサイ、君は包囲されて、うわ何これ。はい、先ほどの映画いっぱい数出てますね。はい、止められるのはあなただけ。はい、止めら、ん、なんだ。ちょ、笑っちゃいけない部分だけど笑っちゃった。すごい優雅に今過ごしてたんだもん。何、うん、なんだなんだ。はい、あ、これさっきの手紙じゃん。なんでまた置いてあんのここに。え、どうすんだこれ。また上がるか。さあ、変わってる、上がってるな。うわ、なにこれ、ひどい。新しい年、願い事をする。はい、あ、またムービーになった。ん、後ろっかになんかいいんじゃない。また来るぞこれ。あ、なに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 、何が起きてんのもう。わからないよ。はい、あ、目覚めた。悪見てたのか。あ、でもぽいな。え、どういうこと。はい、ドリンクビール、ビールお前飲みすぎだよ、やめとけよ。うん、これか。あ、なんかある。はい、あ、エレンに電話する。え、謝るっぽいね。いける？いけるわ。なんだなんだなんだ？何が起きたの？え？どういうこと？ちょっと待って。よくわかんねえ、このゲーム。うん。どういうこと？
あ、一応主人公エリンに謝ってるから、これエリンは無事だったのかな。うん、はい、エヴァンっていう子が多分娘か息子なのかな、娘かな。でエヴァンちゃんがエルフの人形を見つけたっていう風に書いてあるな。屋根裏で見つけたっぽい。でコナーが頭に小さな角が入ってるかっていう風に確認した。あ、なるほど、さっき主人公が見た悪夢をこう照らし合わせようとしてんのか。うん、で妻はどうしてわかんのっていう風に聞いてる。うん、で信じられないけど、これ主人公が体験したことを今話してんのかな。あ、でもこれハッピーエンドっぽいな。うん、まだ新年までには時間があるから母の家から帰ってこれるみたいな感じで書いてあるんですね。うん、なるほど、そこに多分妻とエヴァンちゃんもいるんだ。あー、じゃあこれあれだ、主人公が飲んだくれかなんかしでかしたせいで喧嘩して妻は母の家に帰ってたのか。ってことはこれさっき見たの悪夢ってことで合ってる。うん、ちょっと違ってたら申し訳ない。いや多分それで合ってると思うんですが、はい。いやでもよかった、最後会いましょうみたいな感じで終わったから。うん、あれは悪夢だったのか。はい、あー、エンディングだ。はい、素敵なエンディング曲が流れてますが、よかったよかった。うん、先ほどの恐ろしい現象は現実ではなかったのか。はい、ちょっと解釈間違ってたら申し訳ないですが、皆さんどう感じましたか。クリスマスナイトメア、結構あの暗がりで現象が起きるからちょっとだけ置いてきぼり感があったね、このゲームは。はい、この動画、このゲームがちょっとでもいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それでは皆様良いクリスマスを。メリークリスマス、クリスマス、クリスマス。